大阪市立豊崎本庄小学校は大阪府大阪市北区にある公立小学校。明治時代初期の1875年に当時の西成郡本庄村南浜村両村の学校組合によって設置された学校を起源とする。明治時代初期の学生発布により地域には1874年西成郡第3区第4番小学校が 開設されたとする記録が残る。学校園各紙の上では、1875年8月に、西成郡本庄村、南浜村両村の学校組合により、南浜村の原稿時に、南浜小学校を設置したことを、学校の始まりとしている。1877年には、南浜村、明楽寺に移転した。1885年には、南浜小学校と、 南長井小学校が合併し、豊崎小学校と称した。1886年には、西成郡豊崎人城小学校と称している。学校敷地は、1887年に、本庄村宮の橋に移転した後、1901年には、豊崎村大技本庄座砂浜の現在地に、新築移転している。また、現在地への移転と同時に高等化を併設している。 高等科は1920年に廃止している。1907年には文教場を開設した。和け教場は1911年、西成郡豊崎第二尋常小学校として独立している。豊崎第二校の開校に伴い、西成郡豊崎第一尋常高等小学校へと改称した。また1915年には、西成郡豊崎第三尋常小学校を、 分離している。豊崎町は1925年に大阪市に編入された。これに伴い、大阪市豊崎第一人上小学校と称した。1941年には国民学校令により、大阪市豊崎本城国民学校と解消している。太平洋戦争の戦時体制により、大阪市の国民学校では1944年以降、 学童疎開が実施されることが決定した。大与戸区の学校では、京都府北部が疎開先に割り当てられ、福知山市への集団疎開を実施している。1945年の大阪大空襲では、学校周辺に大きな被害を受けた。大正時代以降1945年までと崎、地区には6校の国民学校があったが、戦災に伴う地域児童の減少により、 1946年には、豊崎本城、豊崎東の2校に集約、合併されることになった。このため近隣の北豊崎、豊崎、豊崎西の3国民学校が休校し、豊崎本城校に合併されている。1947年には、学生改革により、大阪市立、豊崎本城小学校となった。戦災復興により、 旧豊崎国民学校については1954年に分校として再開し、翌1955年には大阪市立豊崎小学校として再開している。一方で北、豊崎、豊崎西の両国民学校については再開することなくそのまま廃校となった。ありがとうございます。